2019光州世界水泳選手権成功開催の主役である光州市民サポーターズが互いの苦労をねぎらい、大会成功を祝って会談した。韓国光州市は27日、市長大会議室でイオンソプ公衆市長やキムドンチャン光州市議会議長、市民団体、市民サポーターズなど700人が出席した中、 光州水泳選手権市民サポーターズ会談式を開催した。イベントは市民サポーターズの活動映像上映や活動感想発表、活動有効団体有効者感謝パイ授与と表彰、イオンソプ市長激励の挨拶、パフォーマンスなどで行われた。イオンソプ市長は、 12000人の市民サポーターズと3000人の支援ボランティアの献身的な奉仕があったからこそ、光州世界水泳選手権は低コスト高効率の国際大会という成功神話を実現できた都市、情熱と手間を惜しまなかった市民サポーターズの皆さんに心より感謝すると述べた。